介した保育士の夫婦デュオリズミカルガスの雑草男ダンダッパンタカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。紫色草親子で介護予防、無理せず楽しく活性化。はい、本日のテーマはですね、毎日楽しく脳トレ習慣、富士山、富士山リズミカル歌体操。はい、日本一。さあ行きましょう。富士は日本一の山の名曲ね、富士山を歌いながら歌体操やっていきますが、それに合わせる体操ですけども、前回やりましたトントンリズミカルトントン体操、これを合わせていきますが、今日はですね、ちょっと裏拍に強調したバージョンもやりながら、ちょっとノリよくね、やってきたらいいなと思っております。さあそれではまずね、軽くワンフレーズ、富士山笑顔キープで手拍子、足踏み手拍子で歌いましょうか。はい、いきます。頭を雲の上に出し、四方の山を見下ろし、どんどんべん。はい、来ました。はい、ちょっとね、もう体操の説明だけなんで、ワンフレーズだけですけども、この後、柑橘系と共に、親子で、実践編ではね、全、フレーズバーンとね、日本一、親子で大合唱しながらね、お届けしたいなと思っておりますが、さあ、この歌に、合わすんですけども、前回やりましたリズミカルトントン体操、まず足の動きね、かかとをつけてつま先でポンポンポン、ちょっとこれで、ね、見えないんであれなんですけども、ポンポンポンね、ポンポンポン、次、かかとを、つま先をつけてかかとを上げてドンドンドン、これは見えますね、ドン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 。はい、この動き、これは両足一緒でいいです。両足一緒でキープしつつ、上半身の動きを、ドン、ドン、ドンと、ドン、ドン、ドン、今度ここに、ドン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 。下半身はずっと、ドン、ドン、トントントンで、上を両手一緒にドン、ドン、ドンと、トン、ドン、トンの組み合わせで、富士山を歌っていきたいなと思います。ちょっと今日見えにくいんで、つま先トントンだと分かりづらいんで、今日はずっと、かかとトントンでやっていきたいと思います。ふくらはぎのね、筋肉、刺激できます。第二の心臓、ふくらはぎをね、刺激して、全身に新鮮な血液を回していきましょう。さあ、いきますよ。そして最初、頭を雲ので、途中でいいとこで切り替えます。これはね、サンドイッチでやっていきます。それでは、富士山リズミカル歌体操、表拍バージョンいってみましょう。せーの、頭を雲の、はい、上に出し、四方の山を見下ろしてドンドン、 OK、 いいですね。なんかこう、うん、普段こうやって歌うのも楽しいんですけども、さらにこう動きをつけますと、よりなんか楽しさ度がアップします。楽しさ度がアップしてま、してきますと、こう歌にもね、ちょっとね、こうなんていうの？気持ちが入ってきますから、そう感情が乗ってくると、そう脳の活性化率がね、グワンと上がりますから、これはいいですね。実践編では、ここにね、いつもやってます。感情うちわやって、さらにね、感情、もう2段階ぐらい、グイングインとね、上げてね、効果率を上げていきたいと思いますが、次、裏拍、今表拍ね、1、2、3、4、2、2、3、4、次裏拍で、トントン、リズミカルトントン体操いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ディー、ちょっとなんか黒人のね、ヒップホップのワン、ツー、スリー、フォー、1と2と3と4と、このリズムで、リズミカルトントン体操をやりながら富士山行きましょう。はい、また、このかかとトントンね、これで1、2、3、4、5、6、7、8、上半身を交互にやりますと1、2、3、4、
1、2、3、4、5、6、7、8。おお、これは急に、日本人のノリだといつもね、こう、よっ、ねって、よっと、ポン、1、2、このね、もう日本人の心地いいノリがありますけども、やっぱりこの海外の、なんて言うんですかね、その、ダンスミュージックとか、レゲエとかヒップホップになりますと、よっ、うん、よっ、よっ、な、こんな、なんか、ヘイ、な、こういうのあるでしょ。ちょっとね、ワールドワイドに、今日はね、進めていきたいなと思っております。普段やってないリズムなんで、ね、難しいですよ。難しいですけども、普段やってない難しい頭が、イーってなる。ということは、そう、活性化。今日も脳が活性化しますよ。さあ、行きましょう。それでは、富士山で、トントン、リズミカルトントン体操の、かかとトントンバージョンで、裏のリズムでいきますね。わあ、これ、タカちゃん難しいな。いきますよ。せーの。頭を置くもの、上に出し、ほい。四方の山を見下ろして。さあ、本番だ！富士山、リズミカル、歌体操、実践編！はい、本日も頑張ってやっていきましょう。柑橘系の皆さん、よろしくお願いします。わー、来ましたね、2022年。うわー、始まりましたけども、さあ行きましょう。富士山でございます。レモンちゃん、この歌知ってますか？知らない。知らないけども、そこにね、ヒューガさんが歌詞を書いてくれたんで、とってもね、覚えやすいね、メロディーなんでね、多分聞いたことはね、あると思うんですよ、小学校とかでね。まあそれをね、歌いながら、体操をこう合わせていくんですが、合わせる体操は前回やったかな、リズミカルトントン体操。覚えてますか、ヒューゴさん？忘れました。軽く確認しておきましょう。まずですね、つま先トントン、はい、つま先トントン、はい、これを継続します。はい、つま先トン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 、これをキープしたまま上半身の動きをね、まず、両手で膝を、太ももを叩きます。このつま先トントンキープしたまま太ももを、はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、つま先キープ、トントンキープで、次は上半身を交互にいきますよ。5、6、7、8。難しいし、この痛いし、だからじゃあここの、ここすねのここむっちゃ筋肉使いません？ね、これだから転倒予防とかにもね、この前の筋肉って意外と鍛えにくいんですよ、陸上でもね。なので転倒予防にも効果的な、このつま先を上げ下ろしの動きをしながら、上半身と下半身の別々の動きをドッキング、脳の活性化につなげていきたいと思います。さらにそこに歌をドッキングしていきますが、もう一個パターンがあって、今のはこのすねのここの筋肉を鍛え、刺激しましたけども、次かかとトントンで、かかとトントンで同じように上半身両手交互っていう風な組み合わせでいきまして、今日の歌体操はこっちのかかとの方がいいかなと思って。かかとの方が簡単かも。簡単ですよね、まずそしたら簡単なかかとの方でこう豪快にノリノリで歌って、それでさらにできる人はその後つま先でやっていただいて、今日はもう一つレベルアップ考えてますから、はい、裏拍で乗るっていうのもありますので、はい、まずそしたら裏拍はつま先じゃない、もうレモンちゃんももう自由でいいですから、好きなやつでやってください。はい、それではまずそしたらかかとトントンでのリズミカルトントン体操を確認して、そこに歌を合わせていきましょう。はい、それでは次はかかとトントンね、はい、かかとトントンキープ、せーの、トン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 、オッケー。そこに上半身、まず両手からいきますよ、せーの、ワン、ツー、サン、はい、1、2、3、4、5、6、交互、1、2、3、4、5、6、両手、
1,2,3,4,5,6,7,5,5 1,2,3,4,5,6,7,8。皆さんできましたか？うん、できたよ。 OKOK。 さあ、そして、ここに歌を歌いながら今のをやっていくんですが、どうでしょう、ヒューガさん、この両手交互を変えるタイミング、尺をね、うん、8カウントにするか4カウントにするかでちょっと難易度が変わってくるんですが、8が簡単かな8カウントでいきましょうか。はい、それではいきますよ。うん、8、まあ、いっぺんやってみましょうか、失敗しても。で、せーので、あーたまを入っていきますからね。はい、はい、両手からいきますよ。はい、はい、それでは富士山、リズミカルトントン歌体操いってみよう。せーの、頭を雲の上に出し四方の山を見下ろして、雷様を下に聞く、富士は日本一の山。はい、ちょっとだけ聞いたことある。あるでしょ、あるでしょ。僕もね、あの、この動画撮影する前はちょっとだけ聞いたことあったんですよ。歌詞までは覚えてなかったんですけど、ね、これこの前富士山も行きましてね。うん、うん、なんかいいですね、やっぱり日本人。雷のところと、うん、がのメロディーが、うん、の方が覚えてる。あ、雷様のところからの方が覚えてる。だから雷のところのやつが覚えてた。うんうん、なんかで、ね、テレビとかでよく番組でね、時々流れたりしますもんね。どっかで聞いてんやんな、そしたらね。うん、一番そこが、ね、これあの8カウントで切り替えましたけども、不思議なもんで、なんか自然と染みついてるもんですね。うん、そうね、そうなの、そうなの。だからよかったよかった、結構いけましたね。 どこで切り替えるのかなってああと思ったんですけど、意外といきましたね。意外といけたね。さあ、どうです、これ4カウントもやっておきます。いいんじゃない。いいか、そしたら次、そしたらレベルアップバージョンの裏拍でいきましょう。裏拍、そしたら、まず、リズミカルトントン体操、歌なしでリズミカルトントン体操で裏拍でリズムを刻む練習。はい、はい、まずしたらつま先からいきますか。はい、つま先トントン、せーの、1,2,3,4、これキープしたまま、これを今までは一緒にこうやってましたけど、これを裏で、ね、1と2と3と4と1と2と3と4と、難しい、これは難しい。これを、さすが、おお、さすがダンサー、すごい、さすが。 OK、 なんでちょっとゆっくりな、ちょっとやってみましょうか。いきますよ、もうせーので、いきなり入りますよ。はい、で、上半身の切り替えどうします、やってみます。はい、はい、いきますよ。そしたら裏拍バージョン、リズミカルトントン体操、つま先バージョン、いってみよう。5、6、7、8、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1と2と3と4と、1と2と3と4と。最初さ、うん、ここでこう叩くと思ってた。あ、最初はね、下から1、2。ほな、まずそしたら、わかった、これ難しいんで、うん、次かかとでいきましょう、かかとで、なんで、いっぺんいきましょう、かかとで、まずそしたらかかとをゆっくり刻みます、せーの、1、2、1、2、1、2、3、4、ここにいきますよ、裏拍ね、1と2と3と4、いいですね、もう一回。さあ、そしたら次、両手とこう切り替えますよ。5、ね、1、2、3、はい、1と2と3と交互、1と2と3と両手、
1と2と3と交互1と2と3と4と、うん、なんとなくいける？めっちゃ間違ってる。間違ってるけど、これはね、そう、脳トレ体操のポイントはですね、こうできなくて頭が今イーってなってます。体が思うように動かなくて頭がイーってなっています。これがそう、活性化。はい、ヒロさん忘れてましたね。今ここ大事ですからね、これ。あ、今もそれに夢中ですか？交互が難しい。交互難しい、難しいね。やっていくか、そしたら、まあ、ちょっとあのノリがいいんで、ちょっとつま先よりちょっとね、レモンじゃあつま先が簡単かもしれないので、つま先でいいですけども、僕と優雅さんはあのかかとトントンでいきますね。はい、はい、そしたら、8カウントで、両手から交互にチェンジね、うん、もう歌も入れますよ、うん、はい、富士さん歌体操、はい、裏拍バージョンいきますよ。せーの、頭を雲の、はい、ストップストップ、いきますよ、いきますよ、いきますか、はい、いきますよ、歌うの忘れてた、いきますよ、せーの、頭を雲の子を上に出し、四方の山を見下ろして、雷様を下に聞く、富士は日本一の山。はい、そうです、いいのいいのいいの、できなくてもいいんですよ、ね、ゆかさんどうでしたか？うん、めっちゃ間違えました。ね、いいんですよ。そう、僕はこの前にあの説明動画で散々練習してますからね。うん、練習したらそうできるかも。そうなんですよ、そこがポイント。簡単やけど、うん、簡単やけどできなくていいんですよ。レモンちゃんはね、あの すぐできないと泣いてしまいますけど、できなくていいんですよ。今ねできなくてもう練習する、そしたらだんだん神経がつながっていく、つながっていくとできるようになる、うん、これですから。これが脳の活性化のね、あのメカニズムですからね。なるほど。そう、ほんでこれができるようになったら、またもう一つ難しい、何課題トライアルして、そしてまた脳をどんどん活性化させていくね。だからでもじゃ大丈夫、そしたら楽しく最後は表拍で歌ってお別れしましょうか。はい、あ、感情うちわで終わるからしましょう、そしたら。はい、はい、感情うちわで表拍で富士山の歌体操して終わろう。それではひゅうかさん、レモンちゃんお願いします。さあ、脳トレ体操のポイントね、感情表現をする有酸素運動、そして今のような少し複雑な運動、この3つがねポイントでございまして、次は感情をさらに高めていきましょう。はい、レモンちゃん、はい、どうだ、何ですか、ん、あー、愛ちゃん、愛ちゃんですね。はい、から愛ちゃんが出ました。はい、この愛っていうのはレモンちゃんも覚えましたね。悲しみ、はい、もう一回お願いします。こっち向かって、悲しみ、そう、悲しみの感情ですね。な、今そしたらこれが脳トレ体操ができなくて悲しみの感情でね、ね、歌いながらね、富士山いきますよ。はいよ、はい、これは悲しみでやりやすいか、やりやすいが難しいしね。そしたらこれは裏拍じゃなくて表拍でいきますよ。はい、はい、4、最後なんでちょっと4で変えてみていいですか。はーい、はい、いきますよ、はい、はい、それでは、富士山、歌体操、悲しみの感情で4拍で、上半身チェンジでいってみよう。せーの、頭を雲の、ごめんごめん、ちょっと悲しみをちょっと忘れてた、いけてた、いけてた、うん、めっちゃ元気やなと思ったけど、そうそう、元気やったしテンポも早かったし、もうごめんごめんなさい、もう僕の脳が今いいなってます。はい、いますよ、だからみんななってますからね。でもじゃあ安心して、はい、悲しみの感情でいきますよ。せーの、頭をこごくもの、両手上にたこごし、四方の
篠山富士山に悲しみが似合わへんけども、はい、脳の活性化はね、もう日本一の脳の活性化できたんではないでしょうか。はい、どうでしょうか皆さん、今日はこんな感じで、はい、はい、それではまたどんどんね、脳トレ体操、お介護予防体操やっていきたいと思います。また会いましょう。さようなら。 See you, bye. バイ。夫婦喧嘩の最後は私実家帰る言うてたな。子供産んで強なったな。病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強なったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい、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 雨上がり、せーの、虹色ー。